はい、2月20日21とタイガースはチャタンでドラゴンズ、そして銀座で、カープという両チームで練習試合をしました。もう3日4日前はね、もう寒くてたまらんかったんですけど、もう突然ね、本当に半袖でもいけるような、本当に暖かいとか暑い、非常にもう好天に恵まれてね、まあ選手はちょっと暑すぎてバテるんじゃないかなというぐらいのいい天気でした。まあ2日間にわたって、タイガース見たんですけど、まあ先発した、20日のチャターンで西、ね、期待の2年目。そして、21日は藤浪と。まあこれはもう先発でね、2桁以上を期待してるピッチャーですけど。まあ西に関して言えばね、まあ立ち上がりちょっとヒットフォアボール挟んで、阿部にスリーラン打たれたというふうな、2ボールからね、ストライクを取りに行ったボールを、やはり一軍のレギュラーである阿部にスリーランを浴びた。という立ち上がりにね、ちょっと失点はしましたけど、回を追うごとにね、非常に腕が振れてきましたし、変化球も非常に腕が振れて抜けてきたと。まあ、いう点では、楽しみな。今年どうのこうのっていうんじゃなくて、まだまだ体の線が細いですから、今年の、夏場以降、そしてまた、来年、再来年というね、非常に楽しみな投手であることには間違いないと。まあ、あと、2番手で掘ったね、岩貞、ちょっといきなりホームラン打たれましたけど、もともと立ち上がりが課題な投手だけに、この辺はこれからの微調整というところかなと。まあ、21日の先発藤浪に関して言えば、昨年までのね、制球難と言いますか、特に1球、引っ掛けたり抜けたりした後のね、修正というところ、またスローイング、フィールディングというところはもう危なげなく、いけてるんじゃないかと。まあ、カープの初回もね、一番またいきなり田中に高い、ピッチャーゴロがありましたけど、まあ、ファーストにショートバウンドにありましたけど、ああいうショートバウンドっていうのは、まあ、野手が取りやすい。まあ、今までのその、加減して悪送球になるというふうなことではなくて、しっかり思い切って投げれてると。まあ、牽制しても、もう不安は全く取り除かれてるというふうなね、ふうに私は感じました。一球田中に対してね、ちょっとインコース抜けた、引っ掛けたようなボールがあったんですけど、まあその後も、まあ無難にと言いますかね。以前のように、もうどうしようもなくなるというふうな、まあ状態ではないと。まあある程度ストライクが入って変化球で、カウント取れればですね、もう相手チームもセーフティーバウンドで揺さぶったりと、またそのタイムをかけて打席を外したりというふうなね、藤浪のリズムを崩してくると思いますんで、もうあとはそういうふうな準備、投げるだけではなくて、そういうふうなフィールディングとか、そういうふうなことさえできればですね、今年はもうある程度先発で、2桁以上の勝ち星期待できると思いますし、それぐらいやってもらわなきゃ困るような投手と思います。あとまあこの2日間見て、まあ投手陣の一番目だったのはルーキーの石、まあ評価も非常にね高かったんですけど、まあ銀座の球場では、バックネットの真後ろからね見せてもらったんですけど、非常に背丈はそうないんですけどね、真上から投げ下ろすボールに非常に角度があると。まあそしてカーブ、スライダー、それにやっぱりシンカー系のボールですね。まあ真上から、フォークではなくシンカーと、まあ本人言ってますけど、まあ速くて落ちるというふうな、ああいうタイプの上から投げるピッチャーで、こうシンカーというふうな球種を投げる投手が少ないですから、少しバッターはこうびっくりしたような、空振りと言いますかね。途中までストレートに見えて、振り出しに行ってから、ああ、進化落ちてるというふうなことを感じる。もうその時にはそのバットヘッドが出てしまって、空振りと。まあ、ああいうふうな、楽しみな、投手であるんじゃないかなと思いますね。まあ、こうやって結果を残していけば、開幕一軍。まあ、もしくはいいところで投げれるような、そういうふうな期待を何か持たすようなピッチング内容でした。打者の方に目を移すと、いつもね、佐藤選手が取り上げられるんですけど、昨日のね、20日の茶壇戦の先発も左腕の松葉だったんですけど、ドラゴンズはね。まあ、向こうもインコースを非常についてきたんですけど、まあ、佐藤選手の見逃し方、左バッターが、左投手に対してその後ろの方ですよね。やり方が少し出ていくと、インコースのボールってものすごく速く感じるし、気になるんですけど、佐藤選手の場合は見逃すときに、この右肩ですよね。こっちをこうグッとこう、ボール長く見るような感じで見逃すので、非常にそのインコース投げられてもあんまりその気にしないというふうな。これは非常に相手バッテリーにとったらですね、やはり遅いボールを投げにくい、非常に怖い見逃し方をするので、もう楽しみしかないというね。まあ初回のセンター前、松葉からのね、センター前にしましても、まあカープ戦の森下というね、やはり昨年の新人王のストレートにも振り負けないというふうなね、そんな非常にまあいいところを出してくれてます。またフィールディング、チャタンではね、サード守ったんですけど、非常にまあ三塁手として一番厄介な左打者のちょっと振り遅れのサードゴロ、三塁線に対してもね、まあ非常に反応がいいですし、まあ僕の動画でも宮本慎也が言ってましたけど、まあスローイングが悪い選手っていうのは守備上手くならないですよっていうことを言ってましたけどね。サードというのは全て全力で掘るんではなくて、ある程度その7、8分の力でですね、下半身を使って、こうファーストに投げるような、
そういうふうな投球ができるというふうに、私は感じました。何もかも目いっぱい放ってしまうとね、送球が荒れがちなんですけど、佐藤選手見てましても、あまりサードからも角度がないと言いますかね、下半身を使ってますんで、ファーストまでその平行にボール行くっていう言い方をしていいんですかね。DeNA の宮崎選手なんていうのは、そんなに力入れて投げてないように映るんですけど、ファーストが取りやすいようなボールが行くというふうなね。あれも三塁手のある程度のその投球じゃないかなと、送球じゃないかなと思うんですよね。まあさ、そんなにね、練習してない中で、まあ強殺プレーにしましてもね、非常にセンスを感じる強殺プレーで、またアウトにしてからも振り向きざまね、スナップスローで三塁へ投げたような、ああいうふうなことっていうのはなかなか教えてもできるものではなくて、まあ近畿大学の首脳陣がね、ぜひ悩ましてほしいっていうふうに言われてたのが何かわかるような、まあそういうふうな、守備でもね、いいところを見せてくれたんで、ただまあ今、ね、大山がサードにいますんで、すぐにね、佐藤サードどうのこうのっていうことはないんですけど、やはり将来、ああいうふうな大型のね、三塁手っていうのはなかなか日本球界にも少ないですから、この先ね、何年かしたら佐藤のサードっていうのもね、非常に魅力があるなというふうに感じました。あとまあ、21日の対戦というのはカープですよね。まあカープに関して言えば、ちょっとここね、数年、まあ3連覇した時の、まあ丸が移籍したり、ちょっとこう投手陣にね、その3連覇の、まあ疲労蓄積というんですかね、そんなことでちょっとこう本来の3連覇に貢献した選手が、まあ怪我勝ちになってるんですけど、まあこの1試合だけ、見せてもらえればですね、まあ今年はまあ助っ人のクロンという選手がね、まあ4番で、まあ、4番とかクリーンナップでね、期待されてるんですけど、まあまあ、非常に楽しみな長距離だったな、というふうに感じます。ただまあね、カープというのは、もちろん、鈴木誠也というね、中心バッターがいて、っていうふうなところがあるんですけど、やはり、相手のミスを見逃さない、そのワンチャンスで1点取るというふうな、そういうふうな私たちの印象が強いんですね。特にその3連覇した2016、17、18というね、もう対戦してても本当に粘り、しつこいというか、最後のアウト一つ取るまでね、気が抜けないというふうな、カープの野球がですね、まあオープン戦でしたけど、フライの落球があったりですね、走者の飛び出しがあったりというふうな、これオープン戦だからいいやっていうふうなことではなくてね、やはり期待されている選手があまりにもその簡単にそういうようなミスをしてしまうというふうなところがちょっとここ数年ね、本来のカープらしい試合ができていないのかなというふうなことを感じます。まあ楽しみなところで言えば、投手の、まあもちろん昨年新人の森下投手ですね。まあこの辺もバックネット裏から見せてもらったんですけど、まあ非常にやっぱりその角度があると言いますかね。上から投げる角度ですけど、それに、左バッターの特にアウトコースの角度、なんですかね、こう、すごくその、体格の角度を感じるというふうなことをね、バッター目線で見て感じました。そしてまあ抜けるカーブ。そしてまあフォアボールで崩れるようなことがないというね、安定感というのも感じますし、まあ昨年、ちょっとね、大瀬良投手がね、怪我で、なかなかその戦力的にもきつい中ね、この森下っていうのは今年ね、やはり、まあエースとして、カープをね、引っ張っていかなきゃいけないなっていうのを感じましたし、まあ楽しみなピッチャーで言えばね、大道投手、ルーキー。まあ久々にね、息のいい、強いまっすぐを投げるというね、速いまっすぐを投げるピッチャーっていうのは結構いると思うんですけど、この後ろから見ててスピード感以上に、ああ、このボールは強いなというふうな、ボールを見せてもらいました。あれだけその、バッターの手元で速く感じるっていうことは、私たちがバックネット裏から見てて速く感じるっていうことは、バッター相当速く感じると思うんですよね。もう特にまあ三者三振したんですけど、最後のこの原口ね、っていうのはなかなかそのまっすぐには強いバッターなんですけど、まあ彼はその最後インハイで、空振り三振取ったんですけどね、大道という投手、まあ、ね、カープの救世主になり得るようなね、特に短いイニングであればね、三振欲しい時に三振が取れるような、そういうような投手にね、なれるようなね、非常に期待できる、楽しみな、選手であると思います。まあ、ちょっとあとはね、期待してる、小園がね、なかなかこう出番がなかって、やっぱり、根尾同様ね、その辺の選手が、出てきてくれるとね、まだちょっとこう、カープに対する期待というんですかね、っていうのも出てくると思いますんで、もう3年目ですからね、ちょっとそろそろというところを期待したいと思います。まあ一方ね、対戦した、20日のドラゴンズ。まあ福留がね、元気に3番 DH 出てましたし、まあ、今年は下に降りれませんのでね、球場の。まあフェンス越しですけど、元気そうにね、挨拶してくれまして、まあまあ、ユニフォーム似合ってるやんかと、いうふうな話をしましたけど、まあ打席見ましても、まだまだ2月ですけどね、まあ立浪臨時代コーチも、ワンポイント直せばね、あれまだまだいけると、いうふうなこと絶賛してましたんでね、まあ代打の切り札と言われてますけど、まあ、あわよくばと言いますかね、状態が良ければもちろんスタメンで、出てくると思いますし、まあ、彼が一枚入ったことでね、
昨年、終盤から上がり上司の、ドラゴンズ、そういう中で一人一枚ああいうふうな、ベテランが加わることによってね、ぐっとこうチーム力が上がる可能性がありますんでね、今年のドラゴンズというのはこう台風の目になるんじゃないかなと、いうふうに、見ています。ずっとね注目されている、ネオ選手ですけど、20日は、途中出場だったんですけどね、フォアボールに、あと、三振というふうなことでしたけど、彼の場合はいろいろな、やはり、期待されるところが大きいですから、ただ見てます、ちょっとこう、自分の力以上のね、フルスイングはいいんですけど、少しオーバースイング気味になることが、多いと思いますんでね、名古屋球場、名古屋ドームということを考えれば、やはりこう3割20本というのがね、一つの目標ではあると思うんですけど、やはりその3割3分、日本人選手っていうのは打率が上がると長打も増えますんでね、そういうようなところを目標にして、あまり長打にこだわらずですね、そういうふうにしていけば、例えば選球眼であったりですね、その辺が上がってきて、また追い込んでからの、粘り強さというようなことにもなってくるんじゃないかなというふうに思います。あとやっぱり一番いつも思うんですけどね、京田選手ですよね。ある程度その2割4分5分、あの守備だからいいというふうな評価もあるんですけど、この選手はもっともっとね、やっぱり2割8分ぐらいの成績を残して、もっともっとこうチームを引っ張っていけばね、これもドラゴンズのセンターラインですから、順位にも直結してくるような選手になると思うんですね。ちょっとこの、ボンドの内容といいますかね、野球用語でこうあっさりしてる、あっさりしすぎというふうな、ボンドが非常に目立ちますんでね、打つときは見事な打ち方をするんですけど、ちょっとこうボンドの内容がね、あまりにも淡白に見えるというふうなことを感じますんで、今年は、そういうふうなところをね、どういうふうに改善していけるかと。京田選手の出塁率が上がってくれば、また打率が上がってくればね、ドラゴンズも課題は得点力というふうなことになると思いますんでね、非常にこの辺注目していきたいと思います。